ベリウス、まさかこんなことになるなんて。もっと聞きたいことがあったんだが。うん、エンテレケアしか知らないことたくさんあったはずなのに。それにパレストラーレのドゥーチェとしてどんなこと考えてたのかとかな、もっと早くに会っておきたかった。ユリ、こりゃ完全に騎士に制圧されてんな。港から海に出るしかないわね。港も封鎖されてるんじゃ。カドスの喉笛だって封鎖されてんのよ。だったら一か八か港の包囲網に突っ込むのよ。そっか、海に逃げた方がまだマシだもんね。そういうこった。パティ、悪いがまた操船頼めるか。うむ、任せるのじゃ。うちの腕の見せ所じゃな。セロスブラスティアがちゃんと新しくなってるといいがな。上等よ。ブラスティアの面倒は私が見るわ。で、あれ、おっさんは？おっさんのことだ、心配ねえだろ。きっとそのうち出てくるさ。そうね、呼ばれなくても出てくる人だもの。ユーリ・ローウェル、そこまでだ。エステリーゼ様もお戻りください。フレン隊長が心配してます。私は。エステルは帰らないわよ。よし、港に急げ。こっちの考えはお見通しってわけ。エステリーゼ様と手に入れた石を渡してくれ。フレン、どうしてアパティアのことを。騎士団の狙いもこのアパティアってわけか。曲がりの剣も欲しがってた。ヨウムゲンの兄ちゃんが言うとった。アパティアは人の世に混乱をもたらすと。やっぱり。渡してくれ。嘘、本気？お前何やってんだよ。町を武力制圧って冗談が過ぎるぜ。任務だかなんだか知らねえけど力で全部押さえつけやがって。隊長、指示を。それを変えるためにお前は騎士団にいいんだろうが。こんなこと俺に言わせるな。お前なら分かってんだろ。なんとか言えよ。これじゃ俺らの嫌いな帝国そのものじゃねえか。ラゴーやキモールにでもなるつもりか。なら僕も消すか。ラゴーやキモールのように君は僕を消すというのか。え、それって。お前が悪党になるならな。ユーリ、そいつとの喧嘩なら別のとこでやってくんない？急いでるんでしょ。行くわよ。隊長。今フレン、ユーリがラゴーって。話は後よ。男どもは怒りをあげて。俺、男は怒りだってさ。レイブン、どこに。こいつも一緒に乗せてやってくれ。この人。
ジュディ。何この出力、このセロスブラスティアの繊維。やった、一気に突破できたよ。絶好調の舵さばきなのじゃ。何よこの術式、初めて見るものだわ。何、何するんです。やめて。どうしたら。私の道だから。あいつバカドラ。ジュディ待て。さようなら。ジュディス、なんで、どうしてよ。セロスブラスティアは魔導少女が頑張って見てくれてるわ。新しい方はコア壊れちゃってて直しようないみたいだけど。商人のお姉さんにセロスブラスティア交換してもらうことにしておいてよかったのじゃ。約束した以上はきっちり守る。さすがカウフマンだね。交換前のブラスティアが残ってて助かったってところか。どっちにしてもこのままちっと漂流か。旦那、船の方向が心配なのじゃ。見てくるのじゃ。カロリア、エステルはどうしてる。なんか黄昏れちゃってるわ。様子見に行ってやれば。おっさんが見に行ってくれてもいいんだぜ。柄じゃねえって。こっちも気を使わせちまったか。様子見てくっか。ジュディのこといつかはバレると思ってたが、よりによってこんな形になるとはな。ちょっと心の準備ってのさせろよ。俺まで何が何だかわからねえよ。悪党を切る覚悟はきちんとできたってのに、結局俺はそれを自分から言い出せなかったわけか。エステルの時も今回も肝心なところがしまってね。カロルも気にしてたからな。ブレイブ・ベスペリアもどうなるかわからなくなっちまった。お、来たね、青年。マイペースだな、おっさんは。あ、それだけが取り柄か。それはちとひどいんじゃない。それ以外にも取り柄はあるわよ。ま、それはどうでもいいけど。しかし、びっくりしたわ。ベリウスがあんな化け物。失礼、エンテレケイヤーだっけか。ああ、でもジンマ戦争の黒幕だって話は嘘だったみたいだな。帝国がノードポリカの選挙を正当化するためってとこじゃない。だろうな。で、そっちのドンの孫だっけか。一体どうなってるんだ。このバカがリヴァイアさんの爪に偽情報をつかまされて先走っちまったのよ。ドンの盟友が魔物に捕まってるって聞けば助けなきゃって思うだろう。しかもその魔物がアパティアまで持ってると言われたら。捕まってるってベリウスか。かリヴァイアさんの爪がそう言ったそうよ。で、曲がりの剣の手を借りて魔物を退治しに来たってこと。実際はその魔物がベリウスで、アパティアは手に入ったけど助けなきゃなんない相手は死んだと。だってよ。お前焦りすぎなのよ。もっと情報を確認して行動しないと。クソ、お前に何が分かってんだ。しょうがねえな。こいつにとってドンの存在は重荷なのよ。じいさんが偉大だと孫が苦労するってわけか。周りもこいつに期待しすぎなのさ。そしてこいつもそれに応えようと頑張るもんだからさ。
アレストラーレは黙っちゃいないだろうな。あの時は戦うしかなかったけど、そんなもん言い訳にならねえ。ナッツってやつは分かってくれたんじゃないの？だといいんだがな。ナッツはドゥーチじゃない。他の連中を抑えられるかどうか。まあどう出るかはおっさんには分からんよ。とにかくハリーはドンのところに連れて行くわ。船が直ったらダングレストのそばにつけてよ。分かった。どう出るかなんて本当は分かってんだけどね。血には血の制裁を。お互いギルドだもんな。どうだ、うまくいきそうか。ま、ええ、そうね。こりゃ使えねえな。まったくよ、まさかジュディスが。だいたいなんで一緒に来てたのよ。あの竜、バウルって言うんだっけ。ヘリオードで私らを襲ったわよね。よく覚えてんな、そんな前のこと。あんな目にあって忘れるわけないでしょ。あの時のあいつの目標って、もしかしてエステル。そうよ、知ってたのよ、あいつは。エステルのこと。もしかしてあんた、あいつがあのバカドラだって知ってた？あ。ったく、どいつもこいつも。それぞれ訳ありだったってことだ。ジュディも、リタも。それは…もちろん、俺もな。ラゴーとキュモールのこと？ま、私は気にしないけど。あんたのやったことは罪なのかもしれないけれど、私に言わせりゃ程度の差はあれ、探られて払いたくない奴なんてどこにもいないってこと。お前もそうだってか。どうかしらね、あの女だって。ジュディはちゃんと仲間として行動してた。俺にはそう見えたぜ。そりゃそうだけど、満月の子やエンテレケイヤのこと知ってること話してくれてたら、エステルの問題はちゃんと解決したかもしれないじゃない。話の内容によるだろう。フェローには毒だって言われてんだぞ。ひょっとしたらあの女、初めからフェローがいるところも知ってたのかもね。かもしれないな。どっちにしてもブラスティアを壊したことは絶対に許さない。じゃあジュディが帰ってきたらぶっ飛ばしてやれ。戻ってこないわよ、もう。どうだろうな。いろいろありすぎて柄にもなくちょい混乱気味だ。いろいろ引っ張り回して悪いな、ラピード。だな、今さらお前にそんな遠慮いらねえか。そうだな、どの問題から手つけるか。その前に船が動かなきゃどうにもならねえよな。あ、ユーリ。どうした、深刻な顔して。うん、ギルドをまとめるのって難しいんだなって。ユーリたちとならもっとうまくいくと思ってたのに。ボスとして自信がなくなったか。そんなことないよ、僕頑張るから。じゃあ俺はそのボスの元気についていくだけだ。ねえユーリ、聞いていい？ん？ラゴーとキュモールを殺したって本当？本当だ。ごまかさないんだ。言わないといけねえとはずっと思ってた。悪かった。僕には悪いと思っても、人を殺めたことは後悔してないんだね。あ、僕には分かんないよ。フレンやエステルも何とかしようとしてたし、本当に殺さないといけなかったの？俺はたとえそれが罪でも、やらなきゃならねえことがあると思ってる。泥をかぶってでも誰かがやらなきゃなんねえことが。そうなのかもだけど。泥をかぶる役が俺だったってだけ。無理に納得することねえよ。うん。どうだ、船の方向は。
うむ、どうやら潮に乗って北の方角に流されてるようなのじゃ。そうか、悪いな、こんなところまで付き合わせちまって。なんの、最初からそのつもりだったのじゃ。こっちとしては船の運転できるやつがいてくれるのはありがたいけど、お前も記憶取り戻すために宝探ししなきゃなんねえだろ。いいのじゃ、うちはのんびり行くのじゃ。人生は真っ赤なウサギの耳より、ぬるぬるウナギの胴体よりも長いのじゃ。ま、焦って行き急ぐよりはいいさ。それにこうして有利という今もそう悪くはないのじゃ。そりゃありがたいな。そう思うと過去なんかどうでもいいと思えてくることもあるのじゃ。でもだからってお前は記憶探しをやめるわけじゃないんだろ。うむ、じいちゃんのことちゃんと知りたいのじゃ。うちがこの先どうしていけばいいのか、うち自身がアイフリードという名前にどう向き合えばいいのか知るために。そうか、だったらいつまでも俺たちと一緒ってわけにもいかないよな。じゃあの、でもうちは一人でいるより誰かといた方が数倍良いことに気づいたのじゃ。だから記憶が戻ったらまたユーリたちと旅をしたいのじゃ。そうだな、機会があればそれも悪くないかもな。その時にはジュディ姉も一緒に。さあな、ジュディにはジュディの一緒に行けない事情がある。お前の事情もその時変わってなければいいんだけどな。そうじゃな。何か見えるのか。何も見えません。ベリウスをあんな風にしてしまうし、ジュディスはブラスティアを壊して逃げるし、何一つ整理がつきません。そっか、ユーリは自分の腕を切るし。あれは痛かった。笑い事じゃありません。でもお前は直してくれた。放っておけるわけないじゃないですか。目の前で傷を負ってる人を放っておけるわけが。なら悩むことないだろ。ベリウスも言ってたじゃないか、優しい心を大切にしろって。私がエンテレケイアに忌み嫌われる理由はこの力のせいだったんですね。ブラスティアなしで使える魔術か。たとえエンテレケイアにこの力を使わないようにしても、彼らにとって私は悪しき存在だから。フェローに狙われたけど、そのフェローに会えってベリウスは言ってたな。己の運命を確かめたければって。でも本当にそれでいいんでしょうか。違いますね、決めるのは私ですよね。そういうことだ。なんとかブラスティアの調整は済んだわよ。他の部分のチェックも済んでおる。準備万端なのじゃ。よかった、これで船が動かせるんだね。ならとりあえずダングレストにこいつを連れて行きたいんだけど。俺らもダングレストだ。ベリウスのアパティアを渡すためだね。だったらおっさんが持って行ってあげるよ。ほり、レイブンには頼めないよ。おや、悲しいね。一緒に旅してきたってのに俺って全然信頼されてない。正式な依頼じゃないけど、ベリウスの最後の願いだから、これを果たさないのは義にも取るでしょ。ああ、それにベリウスがああなったのは俺たちの責任でもあるんだ。俺たちがケツ持たなきゃな。それにドンならなぜアパティアがいろんな奴らから狙われるのか知ってるかもしれねえ。ドンも欲しがってたからね。アパティアのことがもっと分かれば
フレンの気に入らねえ動きの理由も少しはわかるかもしれねえ。じゃあドンへの橋渡しはおっさんがしてあげるよ。本当に？袖振り合うも多少の縁って言うからね。それくらいならブレイブベスペリアのために動くわ。私もドンのところに行く。リトが？いろいろあったでしょ。それって全部このアパティアに繋がってる気がするのよ。だからドンは俺たちにアパティア探せって言ってたしね。確かに何か知ってるかも。じゃあリタもドンのところまで一緒ってことで。うちもダングレストに行くのじゃ。俺たちと来た方が得なんだっけか。まあ操船してもらう以上俺たちにも都合はいいけどな。別にそれだけではないのじゃ。ダングレストに記憶の手がかりがありそうだから一緒に行くのじゃ。前にダングレストのドンはアイフリードの友達だって言っとったよな。ん？ああ、帝国と戦った時にアイフリードがドンに協力したって話だけど、もしかしたらドンにうちの記憶の手がかりを教えてもらえるかもしれん。そういうことなら、じゃあ一緒に行くか。なんかじいさん大人気だな。忙しくて目回さなきゃいいんだが。あとはエステルだけど。しばらくはそっとしときましょう。だな。ジュディスはどうしたのかな。ねえ、ドンにアパティア届けたらジュディスに会いに行かない？あ、そうだな。掟を破った人間を見過ごすわけにもいかねえし。うん、ちゃんと理由を知らないと。でもまずはダングレストだ。トルビキア大陸の南岸に船がつけられる砂浜があるよ。そこから上陸した方がダングレストに近いかな。それじゃそこを目指すか。そうだね、行くよ。レシスマッシュ。これなら